皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。中学1年生の夏季講習数学の第2回目、今回は正の数と負の数の加減、足し算と引き算、それと絶対値について説明します。まず絶対値から説明していきます。絶対値、これは数直線上でその数と原点との距離のことです。では具体的にはどういうことかというと、プラス2、この点ですね。この絶対値はというと、このプラス2が原点、この0のところですね。ここからどのくらいの距離にあるかということです。これ原点までは1、2ですから、距離は2ですから、プラス2の絶対値は2ということですね。距離ですからね、プラスとかマイナス、こういう符号はつかないんですね。じゃあマイナス5の絶対値はと言われたら、マイナス5ここにあります。これ0ここですから、ここから1、2、3、4、5と、距離は5ですよね。ですからマイナス5の絶対値は5ということです。では問題の方、プラス4の絶対値は、プラス4ってここですよね。これ0までは1、2、3、4ですから、プラス4の絶対値は4と、こうなります。じゃあマイナス3の絶対値はと聞かれたら、マイナス3はここですよね。0までは1、2、3となりますので、マイナス3の絶対値は3と、こんな風になるんですね。でこういうのを説明した後で、学校の先生、もっと簡単な求め方教えてくれたかもしれません。それはどんなものかというと、多分ね、絶対値というのはね、その数からプラスマイナスの符号を取ったものだよと、こんな風に教えてくれたんじゃないでしょうか。例えばプラス10の絶対値はプラスの符号を取って10だよと、ね、マイナス50の絶対値はマイナスの符号を取って50だよと、こんな風に教えてくれませんでしたか、ね、つまりその数の符号を取ったもの、プラスマイナスの符号を取ったもの、それが絶対値です。ではもう一問、今度は絶対値が6になる数、こういう問題です。絶対値が6になる数というのは、0からの距離が6になる数は何ですかと聞いていますよね。この時気をつけなきゃならないのは、0からの距離がプラス側とマイナス側、ね、この2つがあるということです。プラス側は0から距離が6というと、ここからここまでですから、このところプラス6ですよね。そしてマイナス側もありますよね。マイナス側もあるので、ここからここまで、ここですよね。つまりマイナス6もそうだよということです。絶対値が6になる数はプラス6とマイナス6、この2つが出てくるということです。つまり絶対値が何々になる数って言われたら、これは2つあると考えてください。ただしこの数直線上で絶対値が1つしかない数があるんですよね。それは何でしょうかと。0です。0は自分との距離ですから、絶対値0ですよね。0の絶対値は0。他の数、絶対値がいくつになると言われたら、必ずプラス側とマイナス側があると、こう覚えておいてくださいね。では正負の数の加法、足し算に入ります。同符号の二数の足し算の場合、共通の符号をつけて絶対値を足し算します。こうやって答えを求めます。プラス7足すプラス4の場合、共通の符号はプラスですね。プラスです。ですからプラスと書いて、絶対値の7足す4を計算します。7足す4は11ですから、答えはプラス11と、こうなりますね。
マイナス5足すマイナス2の場合、共通の符号はマイナスですね。ですからマイナスを書いて絶対値の5足す2をやると7ですから、答えはマイナス7とこうなるわけです。では if 符号の2数の場合、つまり符号が違うとプラスとマイナスの数、こういう場合ですね。この場合は絶対値の大きい方の符号、これをつけて絶対値を引き算します。絶対値を大きい方から小さい方を引きます。マイナス8足すプラス3、絶対値が大きい方はマイナス8ですよね。ですから答えのところにマイナスの符号をつけて絶対値の大きい8から3を引きます。8-3は5ですから、この答えはマイナスの5と、ね、こうなるんですね。マイナス5足すプラス9、ね、この場合絶対値が大きいのはプラス9ですよね。ですからプラスの符号をつけて絶対値の大きい方から小さい方を引きます。9-5=4ですから、この7番の答えはプラスの4、これが答えになります。では今度は減法引き算に移りましょう、ね、正負の数の減法、この場合は引く数の符号後ろですね、この符号を変えて足し算にして計算します、ね、じゃあ具体的にやっていきますね。マイナス8引くプラス2という場合、ここの引き算を足し算に直すんですね。どういうことかというと、マイナス8、ここの引き算だったら足すになります。足し算にします。そうするとこのプラス2の符号が逆になります。プラスだったらマイナス、マイナスだったらプラスになるんですね、これはプラス2ですからこれマイナス2になる、こういうことです。マイナス8足すマイナス2と、こういう計算です。同符号同士の足し算ですから、共通の符号をつけて絶対値を足し算、共通の符号はマイナスですね。マイナスをつけて絶対値、8足す2をやると10ですからマイナス10、これが答えになります。学校ではこんな風に教えてくれたかもしれません。ここのマイナスを足すに変えるとこの符号が逆になってマイナス2になるよと、マイナス8足すマイナス2、こういう計算をすればいいんだよとね、こう教えてくれたかもしれません。9番に移りましょう。プラス17引くプラス5と、これも、ちゃんと書くとプラス17、ここの引き算を足すに変えますね。足すに変えるとここの符号が変わってマイナス5ですね。さっきのここの部分と同じことをやると、ここの引くを足すに変えると中の符号が逆になりますよと、こういうことですね。とプラス17足すマイナス5、 if 符号同士の足し算になりましたよね。 if 符号同士の足し算は絶対値の大きい方の符号をつけて絶対値を引き算します。プラス17とマイナス5ですから、絶対値が大きいのはプラス17ですからプラスの符号をつけます。プラス、そして絶対値は大きい方から小さい方を引いて17-5で12と、プラス12がこの計算の答えということになります。では10番のような問題はどうでしょうか。でプラス3引くプラス7足すマイナス5引くマイナス2ですね。で足し算と引き算が混じっています。この時も引き算の引く、ここを足すに変えて後ろの数、ここの符号を逆にします。ここは足し算なのでそのままですね、気をつけてくださいね。そして引き算のところだけ目をつけます。つまり
ここの部分だけ符号を変えて引き算を足し算にして、後ろの数、ここの符号を変えるということです。つまりプラス3、ここを足し算にするので足す符号をプラス7がマイナス7になります。で、ここは足し算なのでそのまま足すマイナス5、そしてここの引き算を足し算に直すと足す、ここがマイナス2がプラス2に変わりますね。で、先ほどのこのやり方をやると、ここを足すに引くと、足すにすると後ろの数の符号がマイナスになると、プラスはマイナスになるとね。ここを足すに変えると、このマイナスの符号が足すになると、こうなりますね。で、これこのまま計算していってもいいんですけれど、加法の交換法則、結合法則を使ってちょっと計算ミスをしないように並び替えをやってみますね。この結合法則と交換法則というのは、まあ、足し算だったらその足し算の順番を変えたりね、計算する場所、どこを早く計算するかというのを変えても答えは同じだよと、こういうものでしたね。ではここではまず正の数、これを前に持ってきて負の数を後ろに持っていきます。そうすると正の数は、プラス3のとプラス3足す、これ正の数ですね、プラス2と、こうなります。そしてその後ろに負の数の足し算を並べます。そしたら次は正の数同士をまず足し算します。とプラス3足すプラス2でプラス5と、足す、ここを計算するとマイナス7足すマイナス5でマイナスの12と、異符号同士の足し算になりましたよね。異符号同士の足し算は絶対値の大きい方の符号がつきます。プラス5とマイナス12ですから、これマイナス12の方が絶対値大きいですよね。ですから答えはマイナスの符号をつけて、そして絶対値同士引き算、12-5をやると7なので、答えはマイナス7と、このように出てくるわけです。皆さんね、思い出せますか？皆さんはどうぞね、この動画を参考にして教科書、問題集で復習をしてみてください。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。